ブラニスラブ・イバノビッチは、セルビア北部のスレムスカ・ミトロビツァ出身のサッカー選手。イングランドプレミアリーグウエスト・ブロムビッチ、アルビオン FC 所属。ポジションはディフェンダー。2002年に生まれ故郷の FK スレムで、プロとしてのキャリアをスタート。2003年の12月に、ローク・ベオングラードに移籍し、両チーム合わせて、セルビアで約3年間プレーした。2006年冬。 ロシアの FC ロコモティフモスクワに加入。初年度からリーグ戦28試合に出場して2ゴールを決めるなど活躍した。翌シーズンも高いパフォーマンスを見せると、マンチェスターユナイテッド FC などとの争奪戦の末、2008年1月15日に970万ポンドの遺跡金でチェルシー FC に加入した。しかし、コンディション不足により、加入初年度は、 出場機会を得られなかった。2年目からは徐々に出場機会を得ていくようになり、2009年4月8日のチャンピオンズリーグ準々決勝、アウェーでのリバプール FC 戦にて、移籍後初ゴールを含む2ゴールをコーナーキックからのヘディングで決め、チームを逆転勝利に導いた。この2ゴールで、それまであまり知られていなかった彼の名が、サッカーファン、09から10シーズンは、 ジョゼ・ボシングはの怪我による長期離脱もあり右サイドバックのレギュラーとして活躍を見せ、チェルシーの優勝に貢献。プレミアリーグのピーフ年間ベストイレブンにも選ばれた。2011年2月10日、2016年まで契約を延長した。しかし、2016年にアントニオ・コンテが監督に就任すると状況が一変。コンテが3から4から3システムを導入すると、 右ウィングバックは、ビクター・モーゼス。右のセンターバックは、セサロ・アスピリ・クエタがそれぞれ、レギュラーとなり、ポジションがなくなったことで、出場機会が激減。結局、2016年シーズンまでだった契約を延長せず、9年間過ごしたチェルシーを退団することになった。2017年2月2日、FC ゼニとサンクトペテルブルクに移籍。2020年9月15日、 ウエストブロムウィッチアルビオン FC に1年契約で加入した。セルビアとモンテネグロで分離する前のセルビアモンテネグロのユース代表や両国分離後のセルビア U-21 代表の経験がある。フル代表では2005年6月8日のイタリア代表戦でデビューした。2010フィファワールドカップのメンバーにも選ばれてスタメン出場している。セルビア代表では キャプテンも務める。チェルシー FC でのイバノビッチ2017年10月29日、現在2018年5月24日国際、A マッチ102試合12得点 FC ロコモティフ、モスクワチェルシー FCFC FC FC ゼニトサンクトペテルブルク。ありがとうございます。